鬼とライカと吸血鬼。作画がクッソ激烈に綺麗でシナリオもシズル感があって、ベネダが2022年にソ連っぽい国を使うのは時期が悪すぎる作品。時代背景はソ連っぽい国とアメリカっぽい国がどっちが先に有人宇宙飛行をできるか競争をしている冷戦末期。その時代に宇宙飛行士としてソ連っぽい国にいる候補生の面汚しの男が主人公。主人公はテストパイロットの補欠ということで、このままだとどんなに頑張っても宇宙飛行士にはなれないけど。どうだい？大陸国家のお家芸である人命軽視ドクトリンとしてどうしても宇宙に飛び立ちたいなら動物実験のサンプルとして飛ばしてやるよ。嬉しいダルルオということで、その世界にガチで存在する人間の介護官だと尊大な人間が勝手に決めつけている。希少種の吸血鬼のクッソ美人の女の世話役をさせるというシナリオ。吸血鬼といっても耳が尖っているだけの負けず嫌いの年頃の女でしかないが、吸血鬼なら何してもいいよね日暮里。という今も昔も変わらないクズ国家。そこに吸血鬼をしっかり人間として認識できる主人公が負けず嫌いの女の子と交流しつつ割り切れない感じを出しつつ、宇宙も入るというクッソよくできたシナリオ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録。